ラグビーリーグワン部の東京 SG は31日、日本代表の SH 斎藤直人26、元日本代表で W 杯2大会に出場した FW ツイ・ヘンドリック36、ら6選手の対談を発表した。昨週の W 杯代表の斎藤は今季は主に先発を務めて活躍も、わずか4シーズンでの対談となり、国内外を含めた移籍を模索しているという。 また元プロテニス男子の松岡修造氏の甥にあたるロック辻友好28は、対談とともに今期限りの引退を発表した。